はい、どうも山田キラーです、今日はですね、この Z30 におすすめのアクセサリーのご紹介と、このね、Z30 の活用方法についてご紹介していきたいと思います。はい、ではね、アイテムの方をご紹介していきたいと思います。ではこちらになりまして、はい、まずね、Z30 になりますけど、オプションというか別売りでこのね、モフモフがあったりだとか、あとこのね、シューティンググリップ、はい、もありますけど、これはね、別売りになりますので、まあ、これもね、おすすめです。で、あと、まあ、ちょっと別でつけてるのがこのクランプになるんですけど、このね、クランプについてはいろいろとね、例えばここに一回外して、こういうね、ピークデザインのやつがあるんで、こういうふうに、ね、できるものになるので、いろんなね、三脚だとか、あとは後ほど、ご紹介しますけどジンバルだとか、そういった時にね、付け替えできるように、まあ、工夫してます。まあ、なのでこれ今使ってるのは、ピークデザインのクイックリリースプレートになるのかな、はい、商品名は概要欄に入れておきますけど、こちらをつけています。で、シューティンググリップについているのはこのね、メングスのクランプになるんですけど、まあ別に何でもいいと思います。アルカスイス互換の、クランプであればいいと思います。ちょっとこのね、メングスのクランプは金属でできているんでちょっと重いですね、はい、でもしっかりはしてます。はい、このね、Z30 の標準ズームのね、1650のまあ、レンズになるんですけど、これの、フードになります。で、このフードなんですけど、特徴的なのがまずね、金属になってて、であとはですね、ここの中に 46mm のフィルター系のネジが切ってあります。まあ、なのでここにね、 ND フィルターをつけることができるよというアイテムになっているので、まあ、これもね、おすすめです。で、実際ね、つけてみると、はい、こうやってつけて、でこれだけでもね、かっこよくなりますし、はい、でちょっとね、まあ、おすすめのアイテムの一つとしては、まあ、ブロワーもね、まあ、ありますけど、ちょっとね、ほこりを飛ばして、合わせてつけたいのが、やっぱりね、動画なんで、この ND フィルターが必要になりますね。まあ、後ほどこの効果をご紹介しますけど、はい、ここにね、46mm 系のネジが切ってあるので、このね、46mm の ND フィルター。可変 ND フィルターになるんですけど、こちらをね、装着することができます。結構ね、ネジが深いというか長いですね。はい、これでね、閉まったので、ちょっと飛ばしておこうかな。うん、でこのね、便利なところがまずね、この可変 ND フィルターになるんですけど、これ紹介してなかったねはい、今ね、ここに装着した可変 ND フィルターが、このね、K&F コンセプトさんの、ND2 から ND32 のものになります。はい。で、いろんなね、その濃度の高いものだとかがあるんですけど、まあ、このね、標準ズームには、この ND2 から32がおすすめですね。ニコンダイレクトで、セットでね、販売されている可変 ND フィルターが確かね、2から ND400 なのかな。はい。で、濃度がね、高ければ高いほどムラが出やすいので、私はね、この ND2 から32をおすすめします。はい、で、まあこのね、レンズ自体がそんなに明るくないので、まあ、このね、 ND2 から32で十分かと思います。はい、今ね、 ND フィルターを外した状態になります。まあ、そうなるとね、こういう感じで白飛びします。はい、でこれでね、この明るさを調節するためにどんどんこのね、絞っていく必要があるよということになりますね。で、どんどん絞っていくと、今、マックス絞って F22 の状態でこういう感じになりますね。で、これで例えば自撮りね、すると、はい、こういう感じでね、背景がもう全然ボケない状態になりますので、スマホとね、まあ、変わらないような映像になってしまいます。はい、でここから ND フィルターをつけると絞りを開くことができる、はい、F 値を、小さくすることができると
いうことになりますので、今からねそのままつけたいと思います。はい、ここからですね、ND フィルターをつけると、はい、まずね、暗くなりました。で F 値をねどんどん下げてきます。で今ね、MAX 3.5 になった状態で、 ND フィルターの濃度が今ね一番高い ND32 の状態ですね。でそうなるとどうでしょう、背景の方はね、だいぶねぼけているかと思います。まあ、こういうね、効果があるよということになりますので、まあ、だからこそ ND フィルターがね必要になるよということになります。動画を撮るときとか、あと外でのシーンはこのね ND フィルターついた状態で撮るんですけど、で例えばねお店の中に入って写真撮りたいなってなったときは外した方がいいので、撮りやすいので、まあこうやってね使い分けをすることができるよというアイテムになっています。であとは、今回ねこの Z30 は、このモフモフ初回限定で、セットねついてきたりしますけど、まあこのね内蔵マイクもいいんですが、内蔵マイクはどっちかというとこう Vlog に、ねまあ、適した感じで、まあ、拾ってくれますけど、まあ、野外だとか、あとはね、向いてるカメラを向けてる方向に、音を拾いたいという場合はこういったね、外部マイクがありますので、まあ、こういったねマイクがおすすめです。で、まあ、今おすすめなのはちょっとこれ、レビューでねいただいた商品にはなるんですけど、まあ、これじゃなくて、おすすめは、ゼンハイザーのね MK200 だとか、あとは、ロードのビデオマイク GO だとか、まあ、そのあたりがいいんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、ここにね、まあ、乗っけることができるんですけど、はい、まあね、こういう感じで使うことができますの でこのね、マイクっていうのは、まあ、先ほどご紹介したゼンハイザーだとか、ロードのマイクもそうなんですけど、まあ、ショットガンタイプになってて、このね、向いてる方向の音を、まあ、基本的には拾うよというものになってますので、まあ、そういった感じで使うようにしてみてください。であとは、私がね持ってるものでいきますと、こっちがいいかな。で今回ねこの Z30 には、バッテリーチャージャーがついてないです。はい、まあ、なので、私がおすすめなのはこのね、ヘーネルのプロキューブっていう、バッテリーチャージャーがありまして、これがね、まあ、ツインタイプになってるし、でこれねニコン用になるんですけど、Z50、ZFC、Z30 も、まあ、同じバッテリーになりますし、あとこれね、頭付け替えできまして、Z6、Z7、まあ、それ系のね、バッテリーにも、充電可能になってます。であとさらにいいところがこれ急速充電にね、対応していますので、 ENEL25 の、バッテリーでしたら、1時間で満充電になります。で同時にね2個充電する場合は 1.5 時間になるんですけど、まあ、それぐらい早く充電できますのでとてもおすすめです。であと、まあメンテナンス用品というか、まあ、そのあたりになるんですけど、まあ、先ほど言ってたね、ブロワーはまあ必須ですよね。で、まあ、レンズの付け替えの時もそうですし、まあ、ちょっとしたね、こういったところもホコリがついたりするんで、まあ、飛ばすように、まあ、一つね持っておくといいと思います。まあ、大きさねいろいろあるんですけど、私はね持ち運びも含めて中ぐらいのタイプにしています。はい、まあ、大きいのだと風力ね上がるんですけど、まあ持ち運びにはあまり向いてないですし、小さすぎるとちょっとねまた風力が弱かったりもするんで、まあ、中ぐらいを選んでます。はい、あとは私が持っていってるものでいきますと、モバイルバッテリーですね。でモバイルバッテリーなんですけど、今回ねこの Z30 は、PD 給電が、可能になってますので、で私がね買ったのがこの CIO のモバイルバッテリーになっています。はい、でこれのねいいところがまず残量が、見えるっていうところと、パワーもね、高いので、まあおそらくこの、Z30 でしたら、まあ、約2回は十分、充電できるかと思います。はい、でこれね Z9 も給電できますし、撮影しながらの給電もね、
プラスできるという仕様になってますのでおすすめですね。私はいろいろ試したんですけど、このレンズクリーナーですね、レンズクリーナーいろいろあるんですが、この、ね、白馬さんのウェットタイプを使っています。はい、いろいろね、あのペンタイプだとか、あとクロスとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、最終的に選んだのがこちらになりますね。50個セットだとか100個セットだとか、もっとね数多いものがあるんですけど、100個セットでだいたい1000円ぐらいになってますけど、まあ、使い捨てになりますので、まあ、おすすめですね。で、速乾性に優れているんで、まあ、ちょっとねここにあの指紋ついてしまったよっていう時は、まあ、使いやすいですし、まあ、そういう形になっています。でクロスがこんな感じで、速乾性なんで結構ねすぐ乾きますので、早く拭いてあげるか、ちょっと水残りがするなって感じる場合はちょっと軽くこうね乾かした状態から始めるとあのいいと思います。この辺ねなんかちょっとついてたりとかすると、この辺なんだろう、なんかついてるかな、うん、まあこんな感じかな。はい、あと大きいところでいくと今度ねあのジンバルですね。はい、で今回ね持ってきたジンバルっていうのが大きいタイプになるんですけど、まあおすすめは、ジウンのクレーン M3 ぐらいが、まあ、一番いいんじゃないかなというふうに思います。はい、まあコンパクトですし、まあ、コンデジ向けの、まあ、ジンバルかなといったところで、今回ねあのファインダーがないことによって、まあ、そのファインダーが当たるっていう心配もねないかと思いますので、クレーン M3 がおすすめという感じですかね。はい、ではですね、この Z30 の、動画を撮るためのねカメラの設定の方をご紹介していきたいと思います。はい、まずね、モードが M になります。はい、もう M しか私は使わないので、まあ、M がおすすめですね。で続いて、動画にセットしていただいて、設定が、まあ、これねもう何を撮るかによって変わってくるんですけど、まずね今回の撮影の中でいくと、まあ、ちょっとねフラットを使っていきたいと思います。はい、ピクチャーコントロールがまずフラットですね。はい、で続いて、画質がもう 4K でしか私は撮らないので、4K の 30p で撮ります。はい、であとは、今日ねあの天気がいいんでモニターのね明るさを、5にします。はい、そうするとね、こういう快晴の時でも明るく見えますので、モニターのね明るさを5にするよということですね。はい、あとは、手ブレ補正、電子手ブレ補正はちょっとね私はあまりこの歪むのが好きじゃないので、オフにしておきます。はい、であとは、エリアモードは、まあ、これもね何を撮るかによるんですけど、人物撮る場合はねこの人物対象の、ものを選んでもいいと思いますし、今回はねちょっとこう風景というか、はい、そういった形で撮りたいと思いますので、人物認証はなしということにしておきます。はい、であとね、まあ、ホワイトバランス、これもね、まあ、オートでいいとは思うんですけど、まあ、私個人は、このね、ケルビンをセットしてます。でいつも4800ケルビンで、セットして、で色多少調整したい場合は編集で、カバーするよということをしています。でマイクは、まあ、あの今回はオートでいきます。はい、あとねこのおすすめなのがこのアクティブ D ライティングっていう機能が、まあ、2個はねあるんですけど、このねアクティブ D ライティングの効果っていうのは暗部を明るくしてくれるし、で明るいところもう白飛びしそうなところも、明るさをね抑えてくれるという効果があるんで、こういうね、快晴の時はもうハイプラスにねしておいてもいいぐらいです。はい、そうすると暗いところも明るいところも、実際ね自分が目で見ているような映像を撮ることができるよということで、今回はこのね H プラス、より強めというものをセットしておきたいと思います。はい、であと、シャッタースピードですねは 4K30p にしてますので、基本的には、60分の1になります。で F 値に関してはこれね、ズームの加減で明るさが変わってしまいますので、一応ね、開放の 3.5 ということにしてます。はい、
あとこの ISO 感度についてはですね、これも撮るシーンによるんですけど、まあ、今はオートでいいかなといった感じですね。撮影の時に、そこはご紹介していきたいと思います。ざっとそんなところかな。はい。